ジェームズ・オーガスタス・ハンターは MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ノースカロライナ州ハートフォード出身。右投げ右打ち。キャットフィッシュはオーナーのチャーリー・オー・フィンリーが命名したもので、趣味が生ずつりだったことに由来する。1964年6月8日にカンザスシティアスレチックスと契約。マイナーリーグを経験せずに1965年5月13日の シカゴホワイトソックス戦で19歳1ヶ月の若さでメジャーデビュー8月25日のデトロイトタイガース戦でメジャー初完封9月24日のボストンレッドソックス戦では6回までノーヒットに抑えに2安打完封勝利を挙げるなど8勝を記録1966年は初の開幕投手を務めオールスターゲームに初選出された後半戦は故障もあって1勝にとどまり 9勝11敗、防御率4.02の成績だった。1967年は、防御率2.81196奪三振を記録するが、援護に恵まれず13勝17敗と負け越した。球団がオークランドに転した1968年の5月8日に、ミネソタツインズ戦で完全試合を達成。この試合は6回まで、両チーム無得点だったが、7回に自ら先制の、 敵時打を放ち3打点と投打にわたって活躍。しかし同カードとなった次の当番では8失点を喫するなど、やや調子の波が大きく、13勝を挙げたが、リーグワーストの87次席点。1970年は前半戦で13勝を挙げ、3年ぶりにオールスターゲームに選出されるが、後半戦は5勝にとどまり、18勝14敗、防御率3.81の成績だった。 1971年は開幕直後は不調も、その後8連勝。後半戦で防御率2.29と調子を上げ、21勝11敗、防御率2.96を記録し、チームの地区優勝に貢献。ボルチモアオリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発し完投するが5失点を喫して、敗戦投手となり、チームは3連敗で敗退した。 1972年は21勝7敗、自己最高の防御率2.04を記録し、チームは地区連覇。デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発して9回途中1失点、第4戦では8回途中1失点と高騰するが、共に勝敗つかず、チームは1931年以来41年ぶりのリーグ優勝を果たす。 シンシナティレッツとのワールドシリーズでは、第2戦に先発し、完封目前の9回2種から1点を失い、降板するが、勝利投手。最終第7戦では5回途中から登板して、勝利投手となり、42年ぶりのワールドチャンピオンに、輝いた。サイアング賞の投票では4位に入る。1973年は、途中1ヶ月の離脱もあったが6月2日から13、連勝。 リーグワーストの39比本類だながら21勝5敗、防御率3.33の成績で、チームの畜産連覇に貢献。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発し、勝利投手。第5戦では5安打完封勝利を挙げてチームは、リーグ連覇。ニューヨークメッツとのワールドシリーズでは、第3戦と第6戦に先発していずれも、トムシーバーと投げ合い、 第6戦では8回途中1失点で勝利投手となり、チームはワールドシリーズ連覇を果たした。サイヤング賞の投票では3位。1974年は25勝12敗、防御率2.49、リーグトップのホイップ0.99を記録し、共に初の最多勝利、最優秀防御率のタイトルを獲得する活躍で、チームは地区4連覇。 オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発するが5回途中6失点の乱調で敗戦投手。第4戦では8回途中無失点に抑えて勝利投手となり、リーグ連覇に貢献。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは、第1戦の9回西からローリーフィンガーズをリリーフしてセーブを記録。第三戦では8回途中1失点で勝利投手となり、チームは、 史上3度目のワールドシリーズ3連覇の偉業を成し遂げた。初のサイヤング賞を受賞し、MVP の投票でも6位に入った。しかし、同シーズンオフに、給料が契約通りに支払われなかったと調停委員会に申し立てを行った結果、球団の契約違反により、保留条項を含むすべての契約事項は無効であると認定され、史上初のフリーエージェントとなる。 複数球団による争奪戦の結果、12月31日に5年、総額375万ドルという当時としては、破格の金額でニューヨークヤンキースと契約。その際に使用したボールペンは野球伝道博物館に展示されている。遺跡1年目の1975年は、開幕3連敗を喫するなど4月は不調も、その後副長。23勝14敗。 防御率2.58、いずれもリーグトップの328.0イニング、30関東、ホイップ1.01を記録し、リーグ史上4人目の5年連続に10勝を達成。ジム・パーマーと並んで2年連続の最多勝利を獲得し、サイヤング賞の投票ではパーマーに次ぐ2位に入った。1976年は、リーグワーストの28飛本類が117、 自責点ながら17勝を記録し、チームの地区優勝に貢献。カンザスシティロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発し1失点完投勝利。第4戦では3回途中5失点で敗戦投手となるが、チームは12年ぶりのリーグ優勝を果たす。レッツとのワールドシリーズでは、第2戦に先発するが、トニー・ペレスにサヨナラアンダを浴びて敗戦投手となり、 チームは4連敗で敗退した。1977年は故障もあって9勝9敗。防御率4.71に終わる。チームは、蓄連覇を果たすが、ロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、当番なし。ドジャースとのワールドシリーズでは、第2戦に先発するが3本塁打を浴びて3回途中、5失点で、敗戦投手。チームは、第6戦で、レジー・ジャクソンの、 第三打席連続本塁打もあって15年ぶりのワールドチャンピオンとなった。1978年は開幕から不調が続き、故障離脱もあって7月まで3勝、防御率6.51だったが8.9月で9勝、防御率2.23と持ち直し、12勝を挙げる。チームはレッドソックスとのワンゲームプレーオフを制して、地区連覇。3年連続の対戦となったロイヤルズとの リーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦で先発し、リードした状態で降板するがリリーフが打たれて、勝敗つかず、ドジャースとのワールドシリーズでは、第2戦に先発するが、敗戦投手、第6戦では7回に失点の高騰で、勝利投手となり、チームのワールドシリーズ連覇に貢献した。1979年は、開幕5連敗を喫するなどに勝に終わり、 同シーズンを最後に33歳の若さで現役を引退したハンターのアスレチックス在籍時の背番号27オークランドアスレチックスの永久決番に1991年指定引退後は野球から身を引き故郷のハートフォードに自身の農園を開き農家に転身して過ごした1987年にアメリカ野球伝道を果たすが本人の意思により 電動入りのプレートの帽子には在籍したアスレチックスヤンキースいずれのチームロゴは入れなかったためプレートの帽子は空白となっているその後1991年にフルスアスレチックスよりハンター在籍時の背番号27がチーム初の永久欠番に指定された1997年から1998年頃に 筋じ縮性即作効果症を発症し、1999年9月9日、故郷ハートフォードで死去、53歳没、死後2004年からアスレチックスは、キャットフィッシュハンター賞を制定し、優れた人格の選手に送っている。ありがとうございます。